はい、こんばんは。第三国者やっていきます。どうもハルポンです。はい、初心者編第1弾第2弾って続けてきて、今日は、第3弾ってことで喋っていきます。はい、まあ第1弾第2弾見て、まあ、出兵とかね、あの施設、まあ任務に沿った施設レベル上げとかね、同盟とかにまあ入って、順調にね進んでいますでしょうか。はい、この動画を見てくれてる方はね、もうマジの初心者っていう形で、考えてますのでね、はい、ほんまの初心者ですよ。もうなんかね、広告とか見て第三国志始めて、なんじゃこれってなってる人ですよね。はい、武将何を使ったらいいんやろみたいな感じのね、まあ、そんな感じの人対象です。はい、で今日はもう早速、第3弾ってことで喋っていきたいと思います。はい、でね、任務に沿って施設レベル上げしてもらったと思うんですけど、そのまあ任務に沿って施設レベル上げしていくのもいいんですけど、施設のね、レベル上げとか施設を新しい施設のねレベル上げていくにあたって、ちょっと目標を持ってほしいなっていうふうに思ってまして、目標っていうのはまずね、この陶水帳っていうのがあるじゃないですか。これをまずレベル1にするっていうところを、目標にして施設のレベル上げしていってほしいと思います。なんでかっていうと、この陶水帳をレベル1にすることによって、部隊のね、一つの部隊の武将の数が2人から3人になるんですよ。今俺自身はレベル1なので、このね部隊1が3人になってます。武将がねこういう形で、で2の方はまだレベル2、陶水帳がレベル2になってないんで、まだ解放されてないんで、この2人ですね。このね、こう2から3に変わるっていうのは、あのね、すごい戦いが楽になるんですよ、マジで。それをまあ分かってほしくて、ちょっと戦歴を見せていきたいと思います。ですね、これかな。これがまだね、部隊編成、陶水帳レベル1上げてなくて、部隊の武将の数が 2人の時の土地さんとの戦いです。はい、土地さんは、武将基本の2人でね、兵力が1900から2000ぐらいなんですけど、まあ距離によって変わるんですけどね、ちょっとそこら辺はまた別で話します。で、まあ、こちらもね武将2人で、まあ、1400という形の戦いです。でね、見てもらったら分かるように引き分けで、まあ勝利じゃないですね、引き分け、ほぼ勝ちなんですけど、まあ、引き分けで、しかもこっちの兵損がえぐいんですよね。1400か560なんで836か836削られてるんですよね。まあ相手はもう瀕死なんですけど、このね兵損って結構もったいなくて、あの回復に資源使っちゃうじゃないですか。で最初ってね、始まったばっかって資源あんまりないんで、こう資源をね無駄に使うと施設のレベル上げとかがねちょっと遅くなります。上手い人は、第三国志経験して上手な人は、まあ、このね資源を最初はうまく使って施設のレベル上げとかをね人より早くやっていくことができます。はい、ってことで、このまずね部隊編成の武将が2人の戦歴ですね、土地さんと。で次は、土地さん、相手は土地さんなんですけど、武将の数が3人、陶水帳をレベル1に上げた状態の戦歴です。はい、まあ、相手のちょっと武将は違うんですけど、見てもらったら分かるように勝利で、しかも兵損もね354か、相手はまあ全滅してて、こちらの兵損は354と。でこのね、ほんまに部隊編成が3人になるだけでこうも違うんですよ。こうも他の戦歴もちょっと見せましょうか。こういう感じですね、土地さんとの戦い。
もうだあ結構レベルが上がっていくとほんまにねもう余裕になってきます、余裕に。でこういうね、今戦力見てもらったら分かるように、戦いが楽になる、かつ兵力の損失が少ないんで、総水長をレベル1に上げるっていうメリットが分かったかと思います。でね、レベル1に上げるにあたって、この母兵所っていうのをレベル5に上げないといけないっていうのと、城主婦をレベル4に上げない と、統帥長のレベルを上げれないんで、まあ、そこら辺、まあ、条件とかに書いてますよね。あの建築条件とかに、この兵営とかあったら建設条件で城主婦レベル7とか書いてあるんですけど、そういう条件あるんで、そこ見てもらって、あ、何を上げなければいけないんだろうっていうところを、しっかりね確認してもらって、まあレベルを上げていくという形で頑張っていってほしいと思います。これが一つ目ですね今日伝えたかったこと。はい、でね、次二つ目いきたいと思います。皆さんね、この霊って文字ちょっと気になった方いないですかね。霊、多分ね、霊を、まあ、使ったことない方はまずね20分の20になってると思うんですよ。今自分は17になってるんですけど、このね霊の霊っていうのは精霊なんですけど、その精霊の使い方を今日は喋っていきたいと思います。でね、精霊を押してもらうと、まあなんか時間とか本日残り3とか、玉符60で精霊プラス3と書いてあるんですけど、まあこのハテナマークを押してもらってね、ここに用途が書いてます。一部建築物の建設と計略に精霊を消費します。もう建築物の建築って何ぞやっていうのと、計略っていうのは、ちょっとね後ほど説明します。でこの精霊の獲得、まあ、この辺は読んでもらったら分かりますよね。はい、まあ、1時間に1つ溜まりますとか、上限に達するまで回復しますとか書いてあります。はい、分譲を1つ所有すること、分譲っていうのは何ぞやっていうのはまた違う動画かな。はい、ってことで使い方をちょっとね早速説明していきたいと思います。使い方はあのね、土地に対して使います。土地に対して、例えば自分が持ってる所有してる土地を押してもらって、そしたら右にね築城、討伐、屯田、連兵って書いてあるんですけど、このうちの今出てるこのうちの3つは精霊を使います。まず築城を押してもらうと要塞が建築できるんですよね。これがさっき記載されてた建築、一部の建築物です。はい、このね要塞を建てるには建設条件に書いてある通り資源と精霊5が必要です。はい、で時間とかもねかかります。まあ、この要塞なんで建てるかっていうのはまた別の動画で話します。とりあえず精霊要塞に使います。でもう一個は、もう一個じゃないな、もう二つは屯田っていうのを押してもらうと分かるように、これ屯田を押すと部隊を選べるんですよ。で部隊選ぶと屯田ができると、屯田っていうのは資源を回収できるんですね。予定収入って書いてあるんですけど、ここに、鉄材が2916、米が3726、これで屯田を押すと、部隊のね体力が20消費すると、消費と精霊3つ使えます。はい、でさっきね統帥長レベル上げてほしいって言ったじゃないですか。で資源使うじゃないですか。そのね資源が足りなかったら屯田をしてもらえれば資源をうまく取得できますんで、統帥長ねレベル上げたい方は絶対ね資源が足りないと思うんですよ。なので屯田とかでね、しっかり資源を獲得してください。特にね石材が足りなくなると思うんですよ。そうなるとレベル土地さんの石材のところを押してもらって屯田すると、石材の予定収入がねかなり多いです。石材8118で鉄材970、米1871という感じですね。はい、このねなんで米とか鉄材も入ってるかというと、周りのね取得している土地の分の資源も獲得できるっていうわけなんで、石材のところを押しても予定収入に手伝いとか入ってるという感じです。はい、そんな感じです。で最後に、もう一回ありますね。もう一回じゃない、もう一個か、連兵っていうのを押してもらうと
こういう風な画面に行き着くと思うんですけど、まあ、連兵回数とかね、書いてあると思うんですけど、もちろん5回にすれば、経験値が多くもらえます。まあ、連兵っていうのは、戦わずして経験値をもらえることなんですよ。はい。ただね、この1回に対して精霊3使うんで、5回しちゃうと、15使っちゃいます。しかもね、連兵時間も長いです。2時間5分っていうことです。ただ経験値もらえる数は多くなるんで、なんかね、舞台が4つあって、4舞台目ちょっと経験値欲しいなっていう時とかに、レベリングしたりします。このね、連兵を使って。レベリングっていうのはレベル上げのことですね。でね、さっきのトンデンと連兵は、その土地に対してやるじゃないですか。あ、まあ、建築物の要塞もなんですけど、あのね、土地レベルが高ければ高いほど、トンデンの資源収入と連兵でもらえる獲得経験値は、上がりますんで、もちろんね、土地レベル4とか5とかになってくると、あ、5とか4をね、取れるようになってくると、連兵する際は、土地、一番自分が持ってるね、マックスの土地で、連兵と、トンデンをしましょう。はい。でね、俺が、メインでやってるサーバーとかでは、よくね、土地レベル9を取って、レベル9で、連兵したりします。そうするとね、かなり経験値もらえるんですよ。獲得経験値がね。せっかく精霊使うんだったら、やっぱ土地高い、土地レベル高いところでね、トンテンとか連兵は絶対した方がいいです。はい。っていう感じで、まあ、精霊の紹介、まあ、説明ですね。わかりましたかね？伝わったっすかね？はい。まあ、精霊の使い方、こういう使い方があって、あとね、もう一つ覚えておいてほしいのは、精霊はね、今20がマックスなんで、こうマックスにしないように適宜使っていってほしいですね。マックスになるともったいないじゃないですか。それ以降増えないんで、しっかり、まあ、常に10とか15ぐらいまで減らしておくのがいいかな。はい。まあ、そこのところもね、ちょっといろいろ気にするところはあると思うんですけど、多いと思うんですけど、気にして、しっかり精霊を使っていってください。はい。今日はね、10分じゃちょっと終わらなかったですね。その代わりなんか喋りたいことは、まあ、もっといっぱいあるんですけど、細かく言うと、ちょっと喋れたと思うんで、ぜひね、参考にして、初心者の方頑張っていってください。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりましょうかね。もしこの動画やったり、まあ、別の動画がね、良ければ、動画のいいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今日はこれで終わりますね。バイバーイ。